こんにちは、金子です。今回は紙の文章をスキャンして署名をするという方法を紹介していきます。手元に紙の文章があるけれども、それを電子化して PDF にしたいという場合や、その PDF のデータに署名をして誰かに送り返したいというときはですね、この動画を参考にしていただくと、手元にある紙の文章を PDF 化して署名をするということが一連の流れでできるようになりますので、ぜひ試してみてください。 それでは早速やっていきましょう。今回スキャンするのに使うアプリがですね、この Adobe Scan というアプリになります。なので Adobe Scan というアプリをですね、検索してスマホでまず使えるような状態にしておいてください。この Adobe Scan というアプリを使っていただくと、紙の文章をスキャンして PDF 化することが無料でできます。 で編集することもできるんですけども、編集するにはですね、有料版のアクロバット DC というのが必要になりますので、スキャンするだけなら無料でできるので、ぜひ試してみてください。編集が必要な場合はですね、有料版にアップグレードして編集をしてあげるようにしましょう。それでは早速起動していきます。Adobe Scan をですね、起動していただきますと、最初の画面がですね、このようにもうカメラの状態になっていますので、あとはですね、紙の文章を用意してスキャンしていただくだけです。今回用意した文章がですね、こちらの 契約書なのでこれをですね実際にスキャンしていきましょうこのカメラの状態でですねこのように合わせてあげるとですね自動的にシャッターが切られますで、これでですねもうスキャンが完了ですでここのスキャンがですねもしちょっと横にずれているよっていう場合はですねここの四つ角とあとですねこの上下左右ここの部分はですね動かせるようになってますのでこうやってですね微調整することが簡単に指で可能です なので、ちょっとはみ出していたら微調整を自分でやってあげてください。基本的にはですね、もう綺麗にこのように文章の形になっているかなと思いますので、特に問題ないと思うんですけども、はみ出してるなっていう時はですね、この機能を使って簡単にですね、調整することができます。で、調整ができましたら右下の続行を押していただくとですね、これで PDF 化が完了です。 で、そしたらですね、右下のところ、ここが写真のマークになってますので、ここを押していただくと確認することができます。 このようにですね、今全然ずらしてないんですけども、このようにですね、完全に綺麗な状態で文章がスキャンできたのがわかると思います。そしたらですね、これ一旦保存してみましょう。で、保存する前にですね、名前変更ができます。この上に書いてある Adobe Scan って書いてあるところがあるんですけれども、ここがですね、今日の日付になっています。ここをですね、右側のペンのマークを押していただきますと、このように日付のところをですね、名前変更することができますので、ここにですね、テストとか、こんな感じで、 入力しています。で、これで名前を変更していただければ、この名前で保存することができますので、保存する前にね、わかりやすいようにして保存してあげることがおすすめです。 そしたら PDF を保存というのが右上にありますので、ここを押しましょう。これで保存が完了しました。この保存されたものはどこに行くかと言いますと、Adobe Document Cloud というサービスにですね、2GB まで Adobe のアカウントがあれば無料で使える領域があります。そこにですね、無料で保存ができるようになっております。2GB まで無料で使えるんですけれども、2GB あればですね、かなりの量の PDF が保存できますので安心してください。 そしたらですね、もう一回同じ用紙をスキャンしてみますね。もう一枚スキャンしたいなという時はですね、先ほどは自動的にカメラが立ち上がったんですけども、この右下のですね、カメラのマークを押していただきますと、このようにカメラが出てきますので、この状態でもう一枚撮ることが簡単に可能です。 先ほどはですね、自動で文章の形に合わせてシャッターを切ってくれたんですけども、実はですね、ここの下のところにあります、この左から2つ目の A と書いてあるのがあるんですけど、ここを押していただくとですね、これ自動的にシャッターを切らないで、自分でシャッターを切るという設定にもできますので、今回はこちらでやってみます。そしたら、先ほどと同じ用紙なんですけれども、この左下の自動のキャプチャーというのを設定を切ったのでですね、このようにかざしても、今自動では出てきません。 なので、下のところですね、ここのシャッターのところを切ってあげましょうで。押してあげるとですね、自分のタイミングで手動でやることができますで。このようにですね、手動でやってもきれいにこのような文章の形になってスキャンができているのがわかると思います。先ほどはですね、この状態で続行をしてきれいな形で出てきたんですけれども、今回ちょっとですね、ずらして後で修正する方法も紹介していきます。先ほどですね、ここの部分で 微調整ができますよという話をしたんですけども、ここで微調整を間違えてしまった場合というのもですね、この後で修正することが実はできるんですね。なので、一回ちょっとこのように机が映るようにしてみますね。で、続行をしてみます。そうしてしまうと、右下のところで確認するとですね、ここの部分にですね、ちょっと机が映ってしまっているのがわかると思います。このように綺麗に文章ができなかった場合はですね、ここの下のところに編集のところで、クリーンアップという クリーンアップ使っていただくとこのきれいに映らなかったところを後で調節することが簡単にできます。でこのクリーンアップ使っていただくとですね このような画面になりまして、まあ、周囲の色で塗りつぶすと、あと選択した色で塗りつぶすっていうのがあるんですけども、選択した色だとですね、横で設定した色で塗りつぶされます。で、周囲の色にしておくとですね、ここにもう白色が周囲の色になってますので、ここの部分をですね、なぞってあげるとですね、こんな感じで赤色のが出てくるんですね。で、そうしていただくと、もう周りが白色なので、この周りの色と同じようにですね、こんな感じで塗りつぶすことができます。こうですね。 こんな感じに結構雑にやっても大丈夫です。そうすると、こんな感じに綺麗にですね、もう周りの色がですね、白色になったのがわかるかなというふうな感じですね。このようにですね、周りに机の色が映っちゃったりとか、なんか黒色が映っちゃったりっていう時はですね、このようにクリーンアップという機能を使っていただくとですね、周りの色、つまり文章のこの白色と同じ色で塗りつぶすことが簡単にできるという機能です。 で、この右上のチェックマークを押していただくと、こうやって修正されて、このように綺麗に撮影された文書と全く同じ感じで、あとはですね、先ほどと同じく、この右上のところでですね、押していただくと、名前を変更することができます。例えば今回練習とかにしてみますね。練習。で、名前を変更というのをしていただくと、練習になりまして、右上の PDF を保存というのをしていただくと、簡単に保存することができます。 この PDF はですね、今1枚1枚取っていったんですけども、実はですね、2枚3枚ってある場合はですね、2枚3枚連続で取ることも簡単に可能です。なので、そうすると、1枚1枚 PDF が今別々になってしまったんですけども、1個の PDF で3枚とか4枚とかの文章をまとめることができます。どのようにするかと言いますと、まずカメラを起動していただきまして、文章を出していきます。さらですね、先ほどと同じ文章なんですけども、これをですね、3枚。 スキャンしていきたいと思います。では、やり方は先ほどまでやったのと同じなんですけど、今回自動でやっていきますね。自動キャプチャーが便利なので、このまま待っていただくとキャプチャーが簡単にできます。そうすると、このまま続行ですね。そしたら次、2枚目になるんですね。これも自動でキャプチャーにしてみますね。そうすると、このようにですね、連続で撮ることができます。右下のところのこの部分をですね、押さない限り、 1>, 1枚で終了することはないのでこのまま3枚目をやっていきますね。こうですね。このように文章が取れました。そしたらですね、右下の続行を押していきます。そうするとこの右下のところに先ほどまで取った枚数が 出てきます今3というふうに出てきてるんですけどちょっと動画だと見にくいかもしれませんが今3枚取ったので3という数字が出ていますでここを押していただくとですね3枚取ったのでこのようにですね横にしていただくと3枚分出てきますねこのようにですね簡単に複数枚ある文章をですね一つの PDF にまとめてスキャンすることもできます であとはですね、先ほどと同じくこの上のところで名前を変えたりとか、ちょっとずれていたらですね、ここの下のところからクリーンアップ使っていただいて、綺麗に修正してあげると、簡単に綺麗に文章をスキャンすることができます。そしたらですね、この右上の PDF を保存を押していただくと、 pdf を保存することが簡単にできます。この今スキャンしたやつをですね、開きたいなという場合はですね、この文章をですね、それぞれ押していただくことによって簡単に開くことができます。例えばですね、今の文章を開きたいなという場合はですね、左側にありますこちらをですね、ポンって押していただくと簡単にこのように開くことができます。今3枚撮ったので、このように3枚見れまして、先ほどの画面戻っていただいて、 一枚のやつを見てみると、これはですね、一枚のやつを簡単にこのように開くことができますね。この Adobe スキャンはですね、OCR といって、この文字もですね、認識してくれる機能も備わっています。なので、こういう契約書とか、文字が多いものに関しては、どこにその文字が入っているのか探すのが大変な時も結構あると思います。なので、そういう時はですね、この右上の検索マーク、 というのがありまして、これを押していただくとですね、実は文書の中の文字をですね、検索することができます。なので、ここでですね、例えば契約書とか、このようにですね、今契約書と入力したんですけども、これで契約書の 書いてある文字をですね、このように検索していただくと探すことができまして、この次を探していくとこのようにですね、簡単に契約書って文字が入っている場所を探すことができます。なので、このような文字がいっぱい書いてあって、その文字をですね、ピンポイントで探したいときっていうのはですね、このようにですね、一度スキャンをしていただいて、検索機能を使ってあげるだけでもですね、ものすごく便利なので、ぜひ使ってみてください。 また、この文章はですね、契約書になっていますので、この部分ですね、署名というふうに書いております。この PDF にですね、署名をして保存をしたいなという場合も簡単に実はできました。 で、その場合はですね、Adobe Acrobat r e a d e r というアプリを使っていただくと署名することができます。で、どのように署名をするかと言いますと、この右下にですね、注釈と書いてある部分があるんですけど、ここを押していただくとですね、自動的にこのように Adobe Acrobat r e a d e r を入手するというふうに出てきまして、これでですね、App Store からダウンロードしてあげてください。 そしたらですね、ここの部分で入手してあげることによって、アプリが使えるようになります。今、アクロバットリーダーというのが、このようにアプリが入れられましたので、先ほどのですね、もう一度注釈というところを押していただきますと、このように自動的に起動しまして、アクロバットリーダーが使えるようになります。では、続行を押して使えるようにしていきましょう。それで、ログインをしていきます。 ログインしていただくと自動的に Adobe Document Cloud の無料で使えるところに保存された PDF がですね、見れるようになっています。今ですね、注釈のところから入ったんですけども、左上の完了を押して最初の画面に戻るとですね、このようにですね、先ほど取った文章とかが一覧で出てきますね。なので、それ開いていただいても大丈夫です。で、そしたらですね、右下のところ、これ開いていただいた場合は、この右下のところのペンのマップを押していただくと、このような 注釈とか入力と署名、そして PDF の編集というのがあるんですけども、今回署名をしたいなという場合はですね、入力と署名というのを押していきます。ここですね。これを押していただきますと、ここにですね、簡単に入力することができまして、ここを拡大していきます。拡大していただいたら、ここの部分にですね、署名を入れていくんですけど、右下のですね、このペンのマークを使っていきましょう。そしたらですね、右下のこのペンのマークを押していきます。 で、ここにですね、署名を作成とイニシャルを作成というのが出てくるんですけど、これどちらでもですね、手書きで作成することができまして、今回、署名を作成でやっていきますね。署名を作成を押していただくと、ここにですね、署名を入力するようになってますので、ここに手書きでですね、このように入力をしてみましょう。 こんな感じで手書きで入れていきます。他にもですね、このように画像から選んだりとかカメラで撮影したりということもできるんですけども、一番左の描画っていうのに載ってると手書きでこのようにサインできます。そしたら完了を押してあげましょう。そしたらですね、これで今サインが作れましたので、ここの署名のところにポンって押してあげるだけで、このようにサインできますで。あとはこのように移動が簡単にできまして、大きさもですね、実はここのところで簡単に微調節ができます。 で、微調節を押していただいて、色もですね、ここで色を変えたりとかもできるようになっているんですけど、黒が一番多いかなというふうに思いますので、これで完成ですね。で、先ほどのところ、この文字をちょっと変えたいなと思う場合は、ここのところを押していただきまして、ここのですね、右側にあるこのマイナスのマーク、これを押していただくとですね、このように書き直しすることができますので、で何回でもやり直すことができます。 で先ほどはですね、署名を作成ではやったんですけども、イニシャルを作成でもですね、同じようにできますので、押していただくと、こんな感じにですね、こういうふうに入力ができて、ここですね、こんな感じに、あと完了ですね。 入力することができます。こうですね。こういうふうに入れることができますので、あとは自分で微調整してやってみてください。これでですね、署名が簡単にできましたので、左上の完了というところを押していただければ終了です。そしたらですね、これ戻ってみますと、今もう更新されてまして、もう一度開いてみますと、このようにですね、署名ができているのがわかると思います。 このように Adobe スキャンでですね、スキャンを押していただいて、ここからですね、入力と署名を押していただきますと簡単に署名をすることができますので、このようになんか文書で署名をしないといけないなという場合はですね、この Adobe アクロバットリーダーというのも合わせて使っていただくとものすごく便利に使うことができます。これで保存した PDF はですね、もちろん誰かに送るっていうことも簡単にできまして、この右上のですね、この矢印マーク、右から2つ目ですね、これを押していただくとですね、ここからも簡単に 文章を添付して送ることができます。なので、ここの部分にですね、相手のメールアドレスを入れてあげましょう。例えばですね、ここの部分に、ポンと、こんな感じに入れてみます。そして、完了ですね。で、そしたら相手のメールアドレスが入りました。で、これがもう添付されているので、あとはメッセージがあればですね、ここにメッセージと件名を入れてあげてください。今回はこのままでやっていきます。そしたらですね、送信してみますね。送信。 そしたらですね、このようにファイル共有中と出て、そしたらですね、こういうふうに画面が変わりまして、これでもう相手に今のメールが送られました。メールをですね、確認してみると、このようにですね、メールが来ましたというふうに出てまして、こうやって出てます。で、あとはですね、相手の方がこう開くというふうに出た場合は、こうやって開くことができまして、この契約書をですね、見ることができると。 いう流れですね、もちろんこれはですねパソコンで受信してもこのように確認できまして開くというのを押していただくとですね文書が自動的に Adobe Acrobat というページが表示されて文書を開くことができます。 で、ここの右上見ていただくとですね、ログインって書いてあるのがわかると思うんですけども、ログインを相手はしていなくても、この文書というのはですね、相手に届けることができまして、こうやって確認することができるんですね。なので、受信する側はですね、特に何も用意しなくて簡単に見ることができまして、右上のこのダウンロードボタンですね、ここの下矢印のボタンをクリックしていただくと、簡単にダウンロードすることができます。ダウンロードするためにはですね、ログインか、もしくはですね、 ここに名前を押して入力と書いてあるので、ここにですね、何か名前を入れていただいて、ゲストとして続行する。これを押していただくとですね、ログインをしなくてもダウンロードすることはできます。でゲストとして続行するを押したらですね、もう一度右上のダウンロードボタンを押してあげてください。そうすると簡単にダウンロードができます。 送ってもらった側は、このようにですね、簡単にダウンロードというのもできるようになっていますので、相手が開けないんじゃないかなというふうに心配することなく、安心して送っていただいて大丈夫です。先ほどまで使っていた Adobe Scan と Adobe Acrobat r e a d e r はですね、両方とも無料のアプリになってますので、特に編集をしなければですね、無料で使うことができます。もちろん先ほどスキャンした文章はパソコンでも簡単に開けるようになってまして、 Adobe Acrobat Reader か Adobe Acrobat DC があれば開くことができます。開き方はですね、インストールしてある状態で左下のスタートを押していただきますと、アルファベットの A のところに入っていると思いますので、これだとですね、Adobe Acrobat DC が入ってますので、Adobe Acrobat DC をですね、クリックして起動していただきますと、 このような画面が最初に出てきます。この画面は Adobe Acrobat r e a d e r と Adobe Acrobat Pro DC だとちょっと違いますので注意してください。今現在使っているのはですね、Adobe Acrobat Pro DC というものになるんですけども、その画面はですね、左側に Document Cloud というのがありまして、ここの全てのファイルというところを押していただきますと、先ほどスキャンしたところがこの Adobe Scan の中に入っております。 なので、これをダブルクリックで開いていただきますと、先ほどスキャンしたものがここで確認することができます。で、ここでですね、先ほどスキャンしたものをどれか一つ開いていただくと、このようにですね、簡単にファイルをダウンロードして見ることができます。こうするとですね、先ほどのスキャンした文章をパソコンでも簡単に確認することができるようになっております。で、先ほどですね、スマートフォンで文字を検索することができますよという話をしたんですけれども、パソコンでももちろんできます。 どのようにやるかと言いますと、コントロールを押しながら F を押していただきますと、このように検索というのが出てきまして、ここにですね、契約書とか入力していただくと、このようにですね、検索中という風に出てきます。で、今回このように Enter キーを押していただくと、このようにですね、次へっていう風にしていただくと、文字が。 このように検索できるよよううにになっております。このようにスキャンした文章はですね画像ではなくて文字として認識もしてくれるので簡単にこのような検索という機能も使うことができますこの時にですねうまくこの文字がですね文字として認識できていない場合もたまにありましてそういう時はですね出てこなかったりするんですけれども認識率を高めることもできましてどうやるかと言いますとこの右側の一覧のところにですねこの中に「スキャンと OCR」というのがあります これを押していただくとですね、ここにテキスト認識という機能が出せるようになってます。もしこのスキャンと OCR というのがなければ、下のところにその他のツールというのがありますので、こちらを押していただきまして、その中からこのスキャンと OCR ですね、入っていない場合は追加になってますので、追加で開いてあげてください。そしたらですね、ここのテキスト認識というところを押していただいて、このファイル内というのをですね、押していただいて、テキスト認識。 こちらを押していただくことによって、この文章の中の文字をですね、再認識してくれますので、今までですね、確認できなかった文字がですね、認識される場合がありますので、認識されてないなという場合はですね、一度これを試してみてください。最後にですね、先ほどスマートフォンで署名をしていったんですけれども、実はですね、パソコンでも署名はもちろんできるようになってます。 なので、先ほどここの署名の欄に署名をしていきましたが、パソコンで署名をしたいときはですね、この右側のところに入力と署名というのがありますので、こちらをクリックしていただくと署名が簡単にできます。もし右側の欄にない場合はですね、先ほどと同じく一番下のところにその他のツールというのがありますので、こちらをクリックしていただいたら、ここからですね、 この入力と署名というのがあるので、ここを追加して開いてあげてください。開いてあげますと、このように出てきまして、そしたらですね、自分でここに署名をしたいなっていう場合はですね、ここから自分で署名をクリックしてみましょうで。そしたらですね、ここに署名を追加とイニシャルを追加っていうのがあるんですけれども、これは先ほどと使い方は同じです。署名を追加っていうところを押していただきますと、署名がこのように入力できるようになっていますで。手書きもですね、ここのところで、 クリックしていただくと手書きももちろんできまして、タイプっていうのを押していただくと、このようにパソコンで入力して、署名をすることも簡単にできますで。まずはですね、タイプの方でやってみますね。今入力されているんですけども、このようにですね、金子、秋雪というふうに入力してみます。で、あとはですね、適用というのを押していただくと、このように、あとは場所を選んでいただければ、このように署名が簡単です。右下のところでこうやって引っ張ってあげると、大きさも変更ができます。 これで OK ですね。で、もしこれちょっと動かしたいなという場合はですね、真ん中あたりクリックしながら動かしてください。やっぱり手書きが良かったなという場合はですね、ここのこのゴミ箱マークをクリックしてあげると消すことができます。ではもう一度自分で署名を押していただきまして、この先ほどのやつを消したいなという場合はですね、この右側のマイナスマークを押してあげましょう。そしたらですね、ここ消すことができますので、もう一度署名を追加していきます。今回は手書きでやっていきましょう。手書きを押していただきまして、ここにですね、 こうやってマウスで入力してあげることによって手書きができるようになります。で、このようにですね、入力してあげましょう。で、ここのところの適用を押してあげることによって、このようにクリックすると、そこの場所にこのような手書きの署名ができるようになります。先ほどと同じでこんな感じにですね、 大きくしたり小さくししたたりりすることもできますこのように紙の文章も AdobeScan というアプリを使っていただくことによって簡単に PDF 化してそれをスマートフォンやパソコンを使って署名を入れたり編集したりということもできるようになっていますので今まで使ったことなかった方はですねぜひ使ってみてくださいまた有料版の AdobeAcrobat Pro DC を使っていただくことによって PDF の編集というのもいろんなことをできるようになっていますので編集がしたいなということがあればですね Acrobat Pro DC も使ってみてください無料版 のビリーダーの使い方と有料版のアクロバットプロ DC の編集方法などもどちらも動画で解説をしていますのでその状況に合わせて使ってあげると今まで以上にこの PDF をより便利に使うことができます今回は紙の文章をスキャンして署名をする方法を紹介していきましたそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ